おい小僧、それを気安く扱うな。お前こそ気安く田沼を扱うな。そうだ、私の栗を返せ。ほんじゃね、私の栗を返してくれ。自分が取り憑かれる方がずっとマシだ。おい、見てやった。うわ、狸の妖怪。誰が狸だ。あ、夏面地のポン、にゃんた先生。覚える気がないなら先生と呼べ。じゃあな。ま、イカ焼きいかが、イカ焼きウォンチュー。なな、ウォンチュー。おい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 、お前は今までうさんくさいやつだったが今日から裏目だ。裏目の名取だ。じゃい、この払いや裏目周一が。何か言ったか、白豚猫まんじゅう。ガッテーン。買え、買ってくれ。ち、聞こえるだろ。にゃんこはイカ食べちゃダメなんだぞ。アホ、にゃんこではない。中年からイカを取り上げる気か。まったく、よく噛んで食べろよ先生。イカにも、あ、あ、待って、イカ、イカ待って。あ、夏目、おらいおらい、おらい。大丈夫か。平気だ。幸い、とても柔らかいクッションの上に落ちたからな。こら夏目、私はクッションではない。おや、何やら騒がしいと思えばこんなところに鏡餅が。ちょびひげ、何を生意気な。だいたい私は鏡餅ではない。食えるか、食えんのか。ほれほれほれ、そのような薄汚れた鏡餅をいただいたら良い年は迎えられないのであります。やはり根は獣なのであります。そんなことだからブクブクと大きくなるので。そういえば笹田が近くに美味しいラーメン屋があるとか言ってたな。ラーメン、ラーメン、いい。行かないって言ったろ。行く行く行く。で行かない。ラーメン、行く。ん？ん？すごい。ユキユキさんか。ぽよぽよだ。大体お前らみたいな幼い人の子がこんな山奥で何をやっているのだ。やめ。お使いなのだ。なの。たかしくん、帰りに買ってきてくれない？それを3つ。はい、4つだ。猫は甘いもの食べちゃいけないんだぞ。猫ではない、スイーツを愛する招き猫だ。やっぱりお前か。にん、うわ、ブサイクな猫。にゃ、あっち行け、ブサイクな猫。ああ、柴田、このブサイクな猫はうちのやんこだ。安心しろ、数日は姿を見せめられ。まったく、猶予はあるということか。熱め。うわ、ひらぶのような物体が襲ってきた。なんだと、貴様ら、食ってしまうぞ。やめろよ先生。爪様と豚猫。豚猫、豚猫。あやかし者か。お前また勝手に名前を返そうとしていたな。おう、バカ者。むやみに返していたら私がもらい受ける前に友人帳がなくなってしまうじゃないか。と思えば今度はこれか。やつ腹に平和が訪れるのはいつの日か。うわー、これはマダラ様。鉛筆のような図体してるから寒さに弱いのだ。肉襦袢でブックブクだぞ。なんだと。これは肉ではない、毛だ毛。冬毛というものを知らんのか。まったく。お、トンボ、トンボだぞ夏目。待て待て待て。おい先生。待って。